はい、じゃあ定額給付金のコメント69位ってみましょうか。あ、画面切り替えますね。皆さんからのコメント本当に全部読んでますんでね、返信が間に合わないです。はい、琴美さん、はじめまして。私は2歳の娘を持つママです。あ、母子家庭の方ですね。この間の給付金は全額支払いに飛んでいきました。はい、むしろ足が出ました。それに運悪く私は持病があります。本当にコロナが怖いです。低所得者の人に給付金決まるかもしれないんですね。そう、決まるかもしれないんですよ。明日食べるものがない人にお金が行き渡るかもしれないってことですか？その通りですね。まあ、この国で明日食べるものがないっていうのは考えにくいんですけども、でもそういう方いらっしゃると思うんですよね、本当に。もうですので、そういう方からね、本当に明日をも知れぬ命っていう昔から言いますけども、そういう方から順番に救われてほしいなと思うところが私は大きいですね。でも仮に給付が決まったからといって、一人の人一生面倒見てくれるものにはならないと思うんで、もっと根本的な解決としてですね、生活保護の金額を上げていくとか、母子加算をね、なんか3倍にするとかね、そんなことをなんか提案できないかなと思うんですけどね。コメントありがとうございます。秘書さん、久保さんの意見に同感、ありがとうございます。一部の人、しかも困窮者に支払えるのは賛成。まず困っている人が一番先に支払えるべき、前進ですよ。そう、久保さんの動画も影響力あります。久保さんに感謝です。はい、これからも絶えまずやっていきます。応援よろしくお願いします。田中さん、まず弱者に配った云々で言い訳して後がないということでしょう。20年余りの計画デフレ、自民はグローバリストの手先ですからね。1億総奴隷、喜ぶことができるわけがないと思いますが、そういう方もいるでしょうね。はい、MMT でしょうが、3位の計算が正しければ国民1人当たり10万円、3年繰り返しても問題はない。国民1人当たり20万月ならば1年 OK、 2年でインフレ率 3% 超えるとか言いますが、高度経済成長では 10% が目処ですからね。私はこれでも OK と思ってます。はい、考えは様々ございますんで、私も正解は分かりません。ただやっぱりね、提案していくことってのはみんなできると思うんですよ。声を上げる、その声が小さければ聞き入れられないし、いつまでも権力者の言いなりになっちゃいますんで、なんかね、一緒にムーブメントを起こしていければなと思います。グローバリストの手先である薄谷安倍ではありますが、安倍は今回頑張りましたねと。きちんと河野団をひっくり返せばなおよしでしたね。もう賞味期限切れ、盛りかけも桜も意味なし。アメリカのグローバリストがトランプより、崩壊する寸前の状態ですから、自虐史観をきちんと正して日本を正しい道に戻す政治家がいればいいですね。経団連もガデン飲水や非認品ばかり、目指しのどこみたいな人が欲しいところです。はい、グローバリストっていう考え方は様々な解釈があるんで、ここではね、私もグローバリストってこれですよねってことは言いませんけども、やっぱりね、日本人の自虐史観って別に人から強制されたもんじゃなくて、私たち一人一人が勝手に持ってると思うんですよ。だから別に勝手に自虐史観を捨てればいいと思うんですよね。人に押し付けられるものではないですから。私はね、自虐しか全くないんですよ。で、そんなことをね、いちいち細かいこと考えるよりも、最悪の中でも最善を尽くすだけかなと思うんですよね。楽観的で申し訳ないんですけども。はい、田中さん、またコメントよろしくお願いします。押し貸しは余計な借金しかならないけど、給付金は自分のものにできるから絶対欲しいですね。はい、まさかりさん、そうですね。ごく一部の人に渡すなんて納得がいかないかも。はい、そういう方もいらっしゃいます。いい加減に議員たち知識レベルの はい、ありがとうございます。ここにはちょっと反応しないでおきますね。まちこさんも本当に納得できないということでね。でもそれでも山口代表にエールを送ってますね。はい、おかげさまで。なんやかんだで政府が少しだけ動きましたね。身近な人で何から何まで困っていたんです。確定した場合にはその人の手元に行くことを願います。身内とか身近な人たちからその後朗報をしたいですということですね。あとね、コメント一番下の方にね、すいません、中村さんがもみ消しですなって書いてます。はい、今回は以上で、終わりですね。皆さんコメントの方ありがとうございました。ということで、いかがだったでしょうか。さまざま意見があるんですけども、大事なのはね、ここで意見で終わるんじゃなくて、きちんと届けるべき人に届けていくってことと、あとはね、考えを共にする人と協力することなんですよ。やっぱ私たちは協力しなさすぎるんですよ。そして行動もしなさすぎる。で、権力を持った人っていうのは、少なくとも権力を持つまでは団結と行動を繰り返してきたわけですからね。だからそこに負けないようにしないと、結局いつもカモになっちゃいますし、いや自分は何も才能がないんで、弱者なんで何もできませんよって言ったら、そのまま踏み潰されていくだけなんですよ。だから自分に力がないと思ったら、力のある信頼できる人にどんどん協力することだと思うんですよね。少なくとも今回一部コメントありましたけども、
お前の言ってることおかしいぞってかね、水かけ論をしたりとかね、売り言葉に買い言葉をして足を引っ張り合うんじゃなくて、私たちはね、同じ立場の弱い民ですから、お互いの良さをねこそ引き立てていくことだと思うんですけどもね、なんかね、その自分の考えを相手に認めさそうと思って一生懸命になるよりも、相手の考えに一定の協調性を持ってね、受け入れてあげること、認めなくていいんですよ、受け入れてあげること、違う考え方があるんだなっていうことを受け入れることが大事だと思うんですよ。自分と考えが違うから、それが、自分の考えにね、正しい信念を持ってるのはいいんですけども、でも自分が信じることを守っていくことと人が信じてることを踏み潰すことは別にイコールじゃなくていいと思うんですよ。100通りの、100人いたら100通りの考えがあって、それを認め合えるのが多様性だと思うんですよね。自分一人の考え方とかに他者を押し込まないことだと思いますよ。少なくともそういう姿は私は見たくないなと思います。ということで、最後はね、しかめ面でお届けしました。失礼しました。ではこれからもよろしくお願いします。